アルマガロース。まあ、今回ちょっとドライブしながらっていうのもあるんですが、メインのテーマ、行きましょう。コンビニがあった。どうぞ。今回やっていくのが、コンビニあるたびに1分間に食べ尽くせ飲み尽くせバトル。今回は、まあ、コンビニがあるたびに、あの、飲み物でもいいし食べ物でもいいんで、この中のうちの1人が3つ買ってきてもらいます。はいはい、もの。何でもいいの？何でもいい。でも、1分間の食べきれるものにして、飲みきれる食べきれるものにしてもらって、やるんですが、まあ、その3つ買ってきたものをじゃんけんで取っていく。買った人から取っていく。それさ、選ぶ人は自分の中で、いける、微妙だな、これもいいだろうっていうのを選ぶよね。そう。平等じゃなくて。まあ、まずルール説明させてほしい。あ、うん、聞いとけ。最終的に誰かが飲めなくなった、食べれなくなった1分間で。うん、その人はそっから最後まで敬語を使ってもらいます、俺ら2人に、誰かに。ずっと敬語、うん、食べ口一切禁止、はいはいはい、でずっともう年上年下関係ないから。それを俺得じゃん。そう、もう司得これは。司がいつも敬語を使ってるからこそ、タメ口を使わせたいがためにやる企画だから。あ、なるほどね。そう、っていうのをやっていくんですが、まあもちろん1分間で食い切れるものってそれぞれ人それぞれ違うと思うんだけど、まあ大体1分間で飲めるだろう、食えるだろうっていうものを買ってきてもらう、うん、で1回目はまず最初にじゃんけんで決めて買いに行く人を決める、はいはいはい、で2回目からは負けた人が買いに行ってもらう。ああ。な、自分のキャパも考えつつ相手を先に倒していくのかどうか、まあ最後に勝ち残った人が勝ち。なるほどね、うん、っていう単純な企画をやっていこうかな。じゃあ行きますか。じゃんけんかな。じゃんけんかな。じゃんけんかな。1回目はまず最初にじゃんけんで決めて買いに行く人を決める。1回目はまず最初にじゃんけんで決めて買いに行く人を決める。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴーイン。はい、まあまずもうここはね、セブンにいるから、うん、とりあえずセブンからやっていこう、はい、で買いに行くじゃんけんをまずしよう。某イレブンにいるからね。そうだから、勝った人が3つ選びに行こう。はい、昭和グー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。俺が買ってくるね、じゃん。俺が買ってくるわ、今から。じゃあ、とりあえず行ってきます。でしゃーい。はい、買ってきました。はい。いや、まあね、最初だから結構楽なのにした。一つ目ね。一つ目。はい、うまい棒。おー、二つ目。これ、デカビタ。そうか、そういうこと。で、三つ目、こちら、牛乳。うわしかも、俺が一番好きな味。たこ焼き。たこ焼き。じゃあ、いきまーす。スタート。余裕だと思うんだよ。まあ、俺も、もう俺、こんな余裕ある。俺。うん。こうね。戻った？怖っ。はーい。これより早いよ。飲み終わんの俺。え、なにお前、お早くね。え、だから喉乾いてたし牛乳好きだし。すごすぎな。過去の動画見てもらえば分かるけど、ダイソンやん、うん、ダイソン、ダイソンやん。俺なんか余裕なの。意外とね、きつかった。意外とね、危ねえ危ねえ。あと20秒ぐらいだね。20秒。炭酸きついわこれ。炭酸きつい。まあでも後から来るからね。後から来るからね、これ今早くても、うん、まあ、とりあえずじゃあこれで完食。一つ目のコンビニはね、まあ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 こんなもんでしょ最初は。きつね。もう今俺は飲み物いらない今は。でしょ。じゃあ次飲み物来たら地獄だよ。まあ、とりあえずじゃあコンビニ移動していこうか。はーい、行きましょう。次ね、2軒目に到着しました。まあやっていきましょう。こちらもセブンで。はい、次誰行きます？俺か。負けた人が買いに行くんで、ね、また俺がとりあえず買いに行きます。いってらっしゃい。はい、行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、買ってきました。まあ今回ね、なんだろう、いいよ、いい感じ、いい感じ。ああ。まあ喉乾いたっしょ。喉乾いた。でも飲み物いらないっしょ。いらない。まあ、今回は飲み物1個だけ。ああ、飲み物1個だけ。飲み物によるわそれ。いきます、1個目、こちら。何？ブラックコーヒー。マジいらん。マジいらん。え、2個目。きついな、でも。2個目。タルタルしてんじゃねえ。はい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 。え、いける？いけるよ。だけど、辛いから、
ちょっと俺今のところ何もやねん。でもこれは多分司は食べたいかなと思って、うん、司目線で買ってみた、うん、これはしたらば、あ、お、これはいきたいよ、これこれはいきたい、ね、美味しいの、美味しい美味しい、明太子、はい、ちょっと待って、あスタート。うん。ああ、ブラックだ。うまい。うまいからちょっとこれ意外と時間ねえかも。ああ、うまい。これ飲み込めない。それじゃむずいよ。ブラックだ。でもね、俺はもう平気だ。あと30秒。38秒あと。意外とやばいな。でもそっちの方が食べやすいと思う。まだ水分あるじゃん。こっち水分ないから。うまいうまいこれ。でしかも辛いから次喉が乾くんだよね。これ。オッケー。何秒？あと20秒。俺もうお腹水。ワンチャンワンチャンね。もうない？うん。大丈夫？あと12秒だよ。10、9、8、7、6、5。4、3、2、1、0。おお、あ、はい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 、え、はいはい、早っ、早くない？待って、呪音やん今、顔しろすぎだろ。どうした？え、待って待って、飲み込んでるかもしんない、実は。あ、なるほど。え、意外と俺、意外とこれで、これいけると思って、意外ときつい。ゆっくり食ってた。え、そういう企画じゃないよ。そんな簡単なやつ選んでんじゃん。え、まあまあ、飲み込んでるよね。うん。喋ってみて。飲み込んじゃうよ。おい、がっつりあんじゃねえ。これがあるでしょ。これがあるでしょ。飲み込んでるよ。なんか見えた。あ、足。うわぁ！きっとな、お前。マジで無理。無理っしょ、絶対無理だよ。ってことで、ゆうちゃん今から敬語でお願いします。やったー。しかも、こっから基本全部ゆうちゃんに買ってきてもらう。怖い。パシパシ、しゃー、ゆうちゃん敬語今からお願いいたします。敬語です。はい、ゴミ、はい、入れさせてください。ゆうちゃんこれ入れて。はい、入れてください。入れさせてください。じゃあ次行くからさ、ゆうちゃんお願いします。本当にお願いします。うるさいよ。早くない？さすがに早くない？早いよ。2個目だよ。いや、きつかったです。はい、買ってきます。はい、お願いします。お願いします。よし、買ってきました。おお、スイートポテト。おお、口に残るよ。トロピカーナマルチ。わー、そっちか。そっちはやだ俺。これ一番優しいかも。でも口に残るけど。なんで3つ選んだの？2人しかいないのに、なんで3つ選んだ？え？やるんだって。脱落してるじゃん。やるんだって。敗者復活戦すんだって。ブラックサンダー。最初、チャケタイ。最初、チャケタイ。最初、いきまーす。はい。よーい、スタート。うん、髪がある。余裕だと思う。え、やばいこれ。やばっ。うん。え？終わった。余裕だね。普通に美味しい。あー、危ねえ。おお、危なー。ちなみに今あと何秒だった？16。おいいんじゃない？危ねえ。はい、行ってまーす。行ってまーす。やばい。いるのよここに。行ってまーす。行ってないだろ。はい、戻ってまいりました。早かったね。早かったね。リンゴジュース、なめらかプリン。おお、でもこのサイズだよ。でも生徒プリン系だから。そうなんだ、俺プリンあんま好きじゃないんで。大丈夫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 大丈
それでは参ります。待って、いけるかな、さっきのと同じぐらいの量だよこれ。それでは参りますよ。270ミリリットル、レディーゴー。おい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 やめろ。いや絶対こっちの方が楽だもん、圧倒的に楽だと思う。めちゃくちゃ滑らか、しかもコロプリうまい。マジ？うん、コロプリうまいわ。うまかったわ。美味しいっすね。負けねえから。着きました。行ってきまーす。なんだろう。着きました。はい。行きます。はい。これ結構きついですよ。はい、いいよ。てん。スニッカーズ。うわあ、もう無理だ。これはきついぞ。これはきつい。もう一つ。サラダチキンソーセージ。あー、こっちの方がいけるわ。粘り気すごいかんね。でもこれ結構パサパサするやつじゃん。どっちもやだ。サラダチキンだよ。これ歯にめっちゃくっつくかんね。うわー、もうどっちもやだ。多分思うわ、これスニッカーズ選んだら多分 100% 勝ち目ない。ないね。うん、これ無理だもん、だって絶対に。お願いします、ジャンケン。これはちょっとマジで負けらんないわ。いくよ。俺だ。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。よっしゃー、決まりました。あー、もうこれね、もう勝ち確よ。悪いけど勝つよ、お疲さん。もうやだ、ただでさえ無理じゃん、だって。え、それ開けていいよ。ダメだよ。それも開けていいよ。それはそうよ。もうお腹無理よ。いや、くっさ。でも欲を言うなら、くっさ、お前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 。はい、2、うわーすごい、1、はい。うわー、次見せて。ないよ。見せていいじゃん。これはあるじゃん、牛の口眼みたいな。